さずバラして。こいつらも見飽きたぜ。ガッツ、ガッツ生きてたの？一体どこでどうして？すまねえリッケルト、その前に。あいつはキャスカは無事か？キャスカはいないんだ。どういうことだ、どういうことだリッケルト。なぜだ、いつから、一体どこへ。エリカが悪いの、エリカのせいなの。一月ほど前のことだよ。長い行動暮らしでキャスカはかなり参ってて、
それを見かねてエリカが外に連れ出して、気がつくとお姉ちゃんいなくなってたの。日が暮れるまで私探したんだけど見つからなくって。だがリッケルト、お前はここで何やってたんだ。キャスカがどんなだかはよく分かってんだろう。なのにどうしてお前はここにいる。どうして探しに行かねえんだ。カツのバカ、バカバカバカ、何さ、自分のこと棚にあげてお姉ちゃんをほっぽっといて。自分は2年間も勝手にどこかに行ってたくせに、リッケルトの気持ちも知らないで。リッケルト探しに行ったもん。この一月に何度も何度もそのまま探しに行っちゃうこともできたんだもん。だけどリッケルト帰ってきてくれた。ここに帰ってきてくれたんだ。これからしんみり大往生決め込もうって時に騒がしいバカが帰ってきやがったぜ。まあ死に目に会えたんだ。神様の粋な計らいってやつだな。だらうだうだ聞くのも億劫だ。剣と義手を見してみ。刃これ、血さび、歪み、10年使い込んだってこうはなんねえ。化け物とやり合ってんだからまともじゃねえよな。だがな、そのわけが仇討ちにしろ復讐にしろ、おめえ逃げてやしねえか。戦に憎しみによ。何？まあ聞け。死に際のじじいの繰り言だ。おめえの心にゃでっけえ刃こぼれが、恐怖って名の亀裂が走ってやがる。わからねえよ。あんたにはわからねえよ。誰にも、人間には、あれはわかりっこねえ。死んだ。一人残らず、何の脈絡もなく、唐突に、理不尽に、虫けらのように、何もわからないまま、みんな若かった。生きてりゃなんかやれたはずだ。なのに一瞬で、俺にとってはかけがえのない。そのかけがえのないものをおっぽり出して、お前は一人で行ったんだ。最後に残ったかけがえのないものの傍らにいて、一緒に悲しみに身を浸すことに耐えられずに、お前は一人、自分の憎悪で身を焼くことに逃げ込んだ。違うか？おめえにリッケルトを責める資格はあるのか？仲間の仇討ちを口にする資格はあるのか？肝心な時になるとおめえは一人を選んじまう。戦に頼んじまう。おめえは一本の抜き身の戦場刀だ。無数の刃こぼれと血でぬめり錆びかけの致命的な亀裂の入っちまった折れかけた剣だ。ご精が出ますな。いや寝てたんじゃないの。いやそうなんだけどね。なんか手伝ってやろうか。こう見えても器用なんだ俺。いやいいよ。だけどパック、君には本当感謝してるんだ。五道の親方が倒れて
そしてキャスカがいなくなってからエリカは一度も笑ってないんだ。それがあんなにはしゃいで。いやー、そんなことないって。まあガキンチョに遊ばれるのは得意なんだけどね。それにガッツのことも。ガッツがここを飛び出していった時、俺どうしようもなく悪い予感がしたんだ。ガッツに生きて会えるのか。もちろんそれもあったけど、ガッツがもう俺の知ってるガッツじゃなくなってしまうんじゃないかって。でもガッツは戻ってきた。血相変えてキャスカのことを心配して。やっぱりガッツはガッツのままさ。それはパックのおかげであるところも少なくないと思うんだ。きっと君が一緒にいるってことはまだガッツは笑えるってことだからね。てへ、なんか照れちゃうぞ。あんましマジ顔で言われっと。靴屋の小人ならぬ鍛冶屋の小人か。あいつめくるたびにおかしなものを連れてきやがる。親方、無茶だよ。やめて。それなら俺が。だっとり。リッケルト、エリカを頼んだぜ。あれはな、俺の本当の娘じゃねえ。あれは戦で家族を亡くした戦災孤児だ。泣いとるのを見ちまったもんで、気まぐれで育てちまったわけよ。柄にもなく。生まれてこの方、鉄のことしか知らねえ俺を、随分とまあ人間らしくしてくれたよ。けどな、やっぱり死ぬときは一人、前のめりっていうのがいい。いい剣ってな、たとえ錆びついて生蔵になっても、その芯には決して錆びつかないいい鉄を残すもんだ。その鉄こそ最高の鉄。たとえ亀裂が入ろうが、火に入れりゃ必ず蘇る。あのバカに言っとけ、俺みたいになるなってな。ゴード、あんたいい鍛冶屋だ。帰ってきたらまた頼むぜ。抜かせ、ベロイ。2年も前のことだ。私は黙示録にある闇の鷹の調査を願い出た。五度太陽が死せるとき、新しき古き名の都の西に赤き湖が現れる。それはすなわち五番目の御使いが舞い降りし証し、御使いは闇の鷹なり、罪深き黒き羊たちの主にして、盲目の白き羊たちの王、世界に暗黒の時代を呼ぶ者なり。製鉄鎖騎士団を率い、闇の鷹と目される黒い剣士を追った。嘘よ、こんなものがいるはずがねえか。だから奇跡ってんだろう。この世にあらざる者を目の当たりにして、ただ恐怖で満たされて祈りの言葉すら浮かんでこなかった。団長、どうかしたんですか？なん
騎士団といえど実戦経験のない貴族の集まり、黒い剣士を相手に多くの死傷者を出し、捕獲の任は解かれる。そして新しい任務が与えられた。さて、追っ始めるか。これは？お墓だよ。人数分には程遠いけど、練習を兼ねて俺が作ったんだ。気休めかもしれないけど、戦場じゃよくこうしてたでしょ。俺が憎しみ続けてる間、リッケルトはこれを仲間の死を受け入れ弔い、新しい生き方を見つけて、こいつらしい健やかな強さで。襲ったのが俺で残念だったな。お宝はあるんだろうな。上玉がいたら教えてくれよ。ここは守んなきゃね。命までは取らねえ。進め。お願いしますだろう。目に物見せてやる。Yeah!
してが。何人斬ったかなんてもう覚えちゃいねえよ。てめえぶっ殺してやる。何やがな。命をかけるなんざバカのやることだろう。リッケルト、さっきはその、すまなかったな。ううん、俺の方こそごめん。自分でも歯がゆいよ。だけどここにいていろいろ大切なものもできちゃって、気が気でないのは分かってるけど、今夜はここでゆっくり休んでよ。逃げたんじゃねえ、逃げられねえんだ。この右目に最後に焼き付いたものから、恐怖、憎悪、わからねえ、あるいはその両方なのか。このどす黒い炎は絶対に贖うことはできねえ。贖えねえなら、逃れられねえなら、こいつで身を焼くしか、敵を焼くしかねえんだ。俺には仲間の仇討ちさえ口にする資格はねえ。俺たちが一番大変な時にそいつはここにいなかったんだ。そんな野郎を仲間なんて呼べるかよ。お前はもう抜けた人間だろ。そこまでしてもらう義理はないよ。連れてけよ、無理やりでも何でも。今度こそ出ないと。あいつ、お前は自分の戦をするんだろ。行かなくっちゃ、一人でも行かなくっちゃ。とうの昔に、あの時から俺にはもうその資格はねえんだ。自分から始めた戦だったよな、
こいつは俺が自分から挑んだ戦だ。けどよ、だけどよ、俺を焼いているのはこの黒い炎だけじゃねえ。あの日々のかがり火はまだ胸を焦がしてる。そうだ、このか細い最後に残ったかがり火だけが、俺が黒い炎に飲み込まれるのをギリギリ踏みとどまらせていたんじゃねえのか。なんてこって。俺はまた繰り返しちまったっていうのか。俺はまたなくしちまってから気がついたっていうのか。またそうとも知らずに、この手のひらから放り出したことにも気づかずに、まだだ、まだ遅くはねえ。今度こそもう二度と失えねえ。異端審問官護衛の際、たびたび襲撃を受けた。さて、あなた方が私を襲った理由を聞かせてもらいましょう。復讐だ！貴様は村を邪教徒の隠れ里と抜かして、村人全員を焼き殺しやがった！女子供に至るまで一人残らず！確かに不幸にもそのようなことがありました。しかし拙僧は、神の教義に従い公正に判決を下したまでです。何が公正だ！俺たちはただ飢饉で寺院へのお布施を一時的に中断すると申し出ただけだ。それを一方的に！天誅だ！貴様にこそ天罰を下してやる！天誅、天誅、天誅だと抜かすか、この不心得者が。僧侶に弓引く廃墟者の分際で、こともあろうに天誅だと。貴様らのような輩に、いや、この地上では我が包丁を置いて他に神の代弁者たる資格は何人たりにも許されてはおらぬわ。ファルネーゼ殿、貴兄はこの者たちにはどのような処分がふさわしいと思われますかな。僧侶殺害を企てた者には家計か車輪引き刑が課されます。ご名答！素晴らしい！さすがは栄えある聖鉄砂騎士団団長殿です。大したご見識だ。私の権限をもってこの場で簡易裁判を執り行います。判決、被告全員を車輪引きの刑に処す。さて、追っ始めるか。どう？昨晩親方が剣を打ち直してくれたんだ。それからこれ、
俺が考えた火薬を使った新しい武器。こりゃいいぜ。この辺りで聖地って呼ばれてる場所に心当たりねえか。それもなんつうか羊飼いとかが大勢集まってるような。そういえばここから街道を3日ほど行くと聖アルビオン寺院っていう古い修道院があるよ。なぜだか知らないけど断罪の塔とかって呼ばれてる。もしかしてそれのことかな。今は難民で溢れてて、聞いた話だと邪教徒が紛れてたらしく、近々法王庁から異端審問官が派遣されるらしいよ。いわゆる魔女裁判ってやつだね。俺はキャスカがそこにいる可能性は低いと思うよ。遠いし根拠もないし。根拠あるさ。根拠はある。藁をもつかむってやつだが、今は信じるしかねえ。わかんないけど、いろいろあったんだな。こいつにこんな顔させるキャスカってどんな人なんだろう。じゃあ行くぜ。ガッツ、キャスカのことを頼んだよ。そして必ずここに戻ってきて。
村で一息つけるかな。なんだろう、悪そうなのがゾロゾロと。てめえ、まずいよ、子供が。おめえ何者だ。あのガキの仲間か。変なのに巻き込まれちまったな。デコスケ、お前食い物持ってるな。お礼はそれでいいぞ、気を使わなくても。うお、お前エルフなのか。なんだあのバカでっけえのは。剣なのか。強すぎる。やべえ、クシャーのやつらだ。囲まれてる。ほれ、ガキンチョはこっち。じっとしてて。何言ってんだよ、おめえ。わかんねえのか、この状況が。ぶっ殺されっぞ。何なんだ、おめえら。道上げろ。急いでんだ。時間食ったぜ。え、ちょ、待てよ。お前一体。追うな、もうよい。今我らのすべきことはただ一つ、神託の地を探ることのみ。見つけた。
あいつ昨日の昼から丸一日半走り通しやがったんだ。運よく難民の馬車に便乗できなかったら見失ってたぜ。お主、剣士か。俺はパック。人に名を尋ねるときはまず自分から名乗るがよい。石泥。お前、昨日から俺をつけ回してるみてえだが、俺に何か用か？弟子入り志願か。それならきちっとマネージャーであるところのこの俺を通してもらわないと。なんじゃねえ。俺は人の下につく気はねえ。剣持ってんだな。剣士になりてえのか。お前、人は斬ったことあんのか？なめんなよ。人の一人や二人。ま、どうでもいいけどな。あまり俺の周りをうろちょろしない方がいいぜ。俺がどうしようが俺の勝手だ。とやかく言われる試合はねえぜ。ま、そうなんだけどな。おい待ってくれよ。